それではここで久我の書ファッションチェック。実際の朝鮮時代の服装はもっとゆったりですが、アクション重視でよりタイトに。キャラクターの個性に合わせてウォルリョンは明るめからダークに衣装替え、ガンチは赤のスッキリスタイル、ヨールは男装の中にも女の子らしさを散りばめディテールにこだわりました。ちなみに刀は本物より軽いけれど、アクションも軽くならないように適度に重みをつけてるとか。久我の書こだわりのファッション、みんなかっこいいですね。チェジニョクさん、クランクアップです。これで終わりかと思うと寂しくなります。それではせっかくですから、みんなで記念写真を撮りましょう。とてもいい笑顔ですね。納得の演技できたようです。